相席。相席いいですか。てかうちら相席居酒屋覚えてる？行ったっけ？行ってない。え、覚えてない。なんか私が大学の時だったかな、はい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 、になんか彼氏と喧嘩してうざすぎて同じレベルのことしてやろう的な感じで相席屋行ってやろうぜみたいな。マジ意気揚々と二人で相席屋勝ち込もうと思ったんですけど、入り口にひよって U ターンして帰るっていう。1回ぐらい行ってみたいけどね。マジで。あ、お疲れ様です。うん、ウィス。懐かしあったね。しかもそれもさ、地元の駅でうちら行ったのね。どこですか？それなのよ、マジ。しかもそんな別に栄えてる地元の駅とかじゃないから、うちらそういう遊びしたことないよね、だから。うん、いわゆる男遊びってやつ。行ったことある？相席とか一回だけある。あるけど、相席しなかった。え、なんか相席して一瞬したんけど、マッチングしなくて帰った。いや、そうだよね。相席屋に来る男って思っちゃうね、なんかね。私じゃない誰かでもよかったんじゃないか的な。相席が流行ってたのって、うちらが二十歳ぐらいの時だったでしょ、確か。でも、その頃ってみんな言ってたよ、うん、で、相席で出会った子と付き合ってるとか、めっちゃあったの。で、期待に胸を膨らませていくわけよ、うん、こっちも。しかも渋谷も行ったんだよ、うち。え、マジ？都会の男が集まってくる。え、てか今あんの？そうそう。なさそう。今の時代のマッティングアプリ、え、なんか何でもするの？なんだっけ。うん、これはコラーゲン。じゃあこれでもうやばい。うちも大丈夫。これ、こっち美味しいから普通に。このドロドロのやつ入ってたっけ。そのドロドロなら、うん、本当だから言って、うん、言ってよ。言ったよ、あんたにこの22年間で10回は言ったね。静かにして、静かにして。あまり大きな声出さないでほしい。何の話だっけ。相席屋はまだあるのかっていう話でしょ。どうでもいいね。どうでもいい。行ってみたいけど。行ってみたさはあるよね。嘘つくな。私看護師やってて、ゴリゴリに全部嘘つくの。うん、弁護士やってて、あー、それ憲法12条に反するぞ。意義あり。全部いい。お医者さんとかで、ああ、弁護士言うぞ。おいおい、そんなこと言ってると弁護士になっちゃうぞ。ポッと心拍が上がってきたかって。危ない危ない、撮影撮影。てか、なんで弁護士とか女医さんなのに全部喋り方一緒だ。撮影撮影。